はい、こんにちは。今回ご紹介しますのは、TKSM のカスタモーターです。はい、革はですね、グッテーロのイエローですね。まあ、あんまり派手じゃない。ちょっとこの動画で見るよりも、もうちょいこう、落ち着いた感じの色なんですけど、まあ、やや、動画だと、ちょっと明るく映ってますね。で、芯のロゴ、まあ、通常ここに入るんですけど、ここに、移動しております。で、内装はビビドのブラウンですね。で、お客様の方でですね、まあ、もともとキャメルのグッテローがご希望だったんですけど、ちょっと今在庫していないので、でこの黄色を勧めたんですけども、でなんで黄色を進めたかっていうと、黄色も使っていくとだんだんこうブラウンになっていくんですね。キャメルっぽくなってくるので、まあそういう過程も楽しめるんじゃないかなと思いました。はい、ですので、まあ、日焼けさせると特に色の変化が早くなりますので、まあ、そういう、色の変化を楽しむこともできます。ですので黄色、今在庫ありますので、まあ、カスタムオーダーでご希望の方はお選びすることができます。はい。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。